ジナイダ・ニコライヴナ・ユスポバ公女は、ロシアの名門貴族ユスポフ家の女性相続人。グリゴリー・ラスプーチンの殺害者、フェリックス・ユスポフの母親として知られる。1903年から1904年頃の、ユスポフ夫妻ジナイダは、タタールのオスエディゲの血を引くユスポフ家の最後の、男系子孫として生まれた。父、ニコライ・ユスポフ六世は、ニコライ一世のもで大法官を務め、 母たちアナは、グリゴリー・ポチョムキンの名を母に持つ、名門貴族出身だった。ユスポフ家は10万エーカー以上の広大な領地と、多くの宮殿、工場、鉱山、油田を所有する名門であり、ジナイダも、ネフスキー大通りに、巨大な宮殿を所有していた。ジナイダは、名門の霊場として、裕福な生活を送り、ロシア貴族社会で最も裕福な、 女性相続人として知られた。次内ダは、モスクワ総督、ニコライスマローコフエルの息子、フェリックススマローコフエル伯爵を伴侶に選び、1882年4月4日に結婚した。1891年に、ギフニコライが死去すると、アレクサンドル三世によって、スマローコフエル家の遺産をフェリックスが相続することを許された。フェリックスは1904年に、 セルゲイ・アレクサンドロビチ大公の副官に任命され、1914年にはモスクワ総督に就任した。ジナイダは、帝政ロシア末期の貴族社会における花形であり、その美貌と惜しみない豪華なもてなしぶりで有名だった。また、彼女は、公の場でこそないものの、ニコライ2世の妻アレクサンドラ皇后への厳しい批判を繰り返していた。皇后の実施で、 エリザベータフヨードロブナ大公妃の親友であり、アレクサンドラに対し、ラスプーチンを信頼しないよう忠告したため、大公妃と共に、ラスプーチンからは、危険人物とみなされた。彼女には、長男ニコライと、次男、フェリックスの西を設けたが、ニコライは、不倫相手の夫との決闘で死亡し、その後の彼女の人生に暗い影を落としている。2月革命後、次内だは 夫と共に、ローマで亡命生活を送ったが、夫を亡くしてからは、パリに移り住み、同地で死去した。1905年のユスポフ一家時内田は、ロマノフ家上に、裕福なユスポフ家の一員であり、莫大な財産と、歴史的価値のある宝石を多数所有していた。彼女は、コレクションとして21のティアラ、255のブローチ、42のブレスレットなど、 数十万点の宝石を所有していた。特に有名なコレクションとしては、16世紀に作られた、ラ・ペレグリナ・パール、ポーラースター・ダイヤモンド、ラ・リージェント・パール、17世紀に作られた、ラムヘッド・ダイヤモンド、スルタンのモロッコ・ダイヤモンド、マリ・アントワネットのダイヤモンド・イヤリング、サファイアのブルービーナス像、15世紀に作られた、ルビー・ブッダーが挙げられる。これらのコレクションや、 金融財産は、ロシアから脱出する際に大半が放棄することを余儀なくされた。ジナイダは、革命が収束して、ロシアに帰国できることを期待して、イカ宮殿の秘密金庫にコレクションを隠したが、すべてボリシェビキに発見され、1925年に売却され、試算した。脱出の際に持ち出した、いくつかの宝石も、亡命生活で困窮する自身や、 息子一家のために全て売却してしまった。ありがとうございます。